皆さんこんにちは。陽一の部屋でございます。本日なんと陽一さんが不在なのですが、今もちろんそのこの後すぐ来るので、先ほど見ていた方いらっしゃるかわからないんですけど、この同じチャンネルでニュース特急便というコーナーの MC をしておりました斉藤奈々子でございます。どうぞよろしくお願いします。そして本日ゲストに自民党参議院議員の佐藤正久さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと急遽でね、私前の番組が1時15分までやっておりまして、高橋さんが渋滞に巻き込まれてちょっとこの頭に出られないということで代打なんですけど、ぜひ皆さん温かい目で見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ本日のトピックなんですけど、こちら出ますかね。こちらですね、8月6日平和記念式典、厳しい安全保障環境の中で核廃絶へ向かう日本。そして2つ目が台湾有事と南西諸島の防衛。3つ目、国防強化、岸田政権の支持率急落と参院解散総選挙など。そして岸田政権の外交、また対中問題、スパイ防止法、中国に対する民主党の弱腰外交、北朝鮮問題、ウクライナ戦争から学ぶべき日本となっております。すごいもう気になる内容が盛りだくさんで、私自身はすごい詳しいわけではないんですけど、すごい政治を勉強しておりまして、ぜひ詳しく聞いていきたいなと思うんですけど、早速昨日もですね、平和記念式典があったと思うんですよ。そこで佐藤さんもツイートされていたと思うんですけど、こちらについては昨日は、はい、8月6日のやっぱ広島の日は平和への誓い、これを新たにするという大事な日 で、今年は特に4年ぶりのコロナ明けで、多くの一般参列者も一緒に祈るという非常に大事な日だったと思います、はい、ただ一方で核廃絶、核禁止というのはみんな望むところなんですけども、日本を取り巻く安全保障環境を見ると真逆の方向に実は行っていて、日本人はなかなかピンとこないと思うんですけども、中国も北朝鮮もやっぱ核弾頭をやっぱ増やしている方向にあって、実はお隣の韓国では世論調査をやると、はいはい、実は国民の7割が核武装すべきって言うんです。7割ですか？そうです。全然日本と違ってて、そのぐらい北朝鮮の核に対してアメリカの核抑止が効かないんではないかと、はいはい、いうことで非常に多くの韓国国民は神経を尖らしているという状況。一方で日本の場合は、はい、日本が核武装ということには多分相当の方が多分反対すると思うんですよ、はいはいはい、いうぐらい、そうですね、実はこの安全保障環境に対する捉え方が日本と韓国では相当違っていると。やっぱりこの島国日本と、あるいは、半分島の半島国家の韓国でやっぱ全然違うと、うん、やっぱ歴史の部分あるんでしょうけども、これ全然違っていて、実際今中国の核ってどのぐらい今核弾頭あるかご存知です、はい、なんか年々増えてますよね、はい、ちょっと明確な数はすみません知らないんですけど、なんか増えていってるっていうニュース、はい、今ねアメリカの一番新しい見積もりだと、はいはい、もう400発を超えて、400ですか、はい、かつ2030年には1000発を、で2035年にはもう1500個を超えるとなると、アメリカの核抑止がこう効かなくなると言われてるんです、はいはいはい、やっぱ日本は核を持たないと、まあ、非核三原則と、例えば非核五原則と言ってるんですよ、はい、核兵器を持たず作らず持ち込ませずではなく、核兵器を持たず作らず持ち込ませず、考えもせず議論もせずと、本当に考えた結果、本当に今の三原則でいいのか、場合によっては核搭載の船とか、あるいは潜水艦を通過させるっていう 2.5 原則も必要ではないかという議論があってもしかるべきだと私は思ってるんです、はいはい、核抑止っていうのはこう均衡政策が大事で、アメリカの核っていうのはロシアの核と大体イコールで、そこからどんどん削減するっていうのは核体制の抑止で、はいはい、日本も韓国もそういう中でアメリカの核の傘に日本の安全というものを依存しているという部分があります、まあそうですね、の中で、
でもロシアだけでも大変なのに、今中国がどん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 核弾頭を増やしていると。でお隣の北朝鮮も今すでに二十数発持っていると言われていて、さらに核弾頭を作ることができるこの核燃料、これ約50発前後作れるものを持っていると。これも年々増えてるんですよ。だから日本の周りはどんどん核廃絶、核禁止というよりも核が増えてるというところに日本というのは位置をしていて、ロシアの場合もプーチンがウクライナに対して核の脅し、あるいはアメリカに対する核の脅しをやっているように、日本の周りには核大国が3つ、中朝ロ、これが存在をして、トップがそれぞれ強権者がいると。で亡くなられた安倍総理も言われてましたけど、日本ほど地政学的に危ない場所にある国はないと。だから中朝ロの連携はこう分断しないといけないということで、プーチン大統領と向き合って中国とロシアがいかに連携しないようにするかという部分に安倍総理は相当程度力を入れて、かなり北方領土帰ってくるのは難しいと言われた中でもかなりそこに力を注いだというのは、中国とロシアをもう合体させないという大きな外交的な視点があったわけです。ところが今は完璧に中国とロシアがタッグを組んで、もう今中国の影響力がどん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 ロシアの方で大きくなり、でロシアの軍事技術もどん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 この北朝鮮に入って今レベルアップしていると。非常に日本にとっては望ましくない環境が今できつつあると。だからこそ核廃絶というねこの思いはあっても現実的なアプローチを取らないといけないと。核兵器禁止条約、日本は署名もしていませんけども、公明党の山口代表とか一部の方々は、はいはい、核廃絶を目指すなら核兵器禁止条約の今、92の国が署名をして68カ国がもう批准しています。条約は発効してますけども、これに入るべきだ、あるいはオブザーバーでも参加すべきだという意見を言われていますけども、はいはいはい、私はこれは現実 の自分の足元を見るとそれは厳しいという意見。現実的なアプローチ、いかに核兵器の廃絶と日本の安全保障、これを確保しながらやるかという、そういうアプローチを取ることが大事だというふうに思います。実際アメリカの核の傘に守ってもらっていながら核兵器禁止っていうのは説得力はありませんし、北朝鮮も中国もロシアも日本の周辺国は核兵器禁止条約入っていないという現状を考えると、そんなに甘いもんではないと。もしも私が反対反対反対と言って核兵器がなくなり戦争がなくなるんだったら、私も思いっきり反対します。私は元自衛官なので、実は自衛官が一番戦争をしたくないんですよ。絶対したくないです。で私の息子も自衛官ですから、国会議員の中で子供を自衛官にしてるのは私だけってよく言われてますけども、私も人の親ですから、自分の息子を戦争になんか絶対生かしたくないです。だけど一番戦争したくない人間の方々が自衛官であれば、彼らは何のためあるかというと、いざっていう時のために戦争を起こさないための抑止力と対処力のためにあるわけです。でそのためにこの戦争を起こさない外交的な環境を作るのがやっぱ外交の仕事ですから、それを考えるとやっぱ現実的なアプローチ、これが私は大事だと思います。どうぞ。お疲れ様でございます。はい、すいません。いやいや、高橋さんが申し訳ないすいません、私が今高橋さんの手に座って、ちょっと続けてみると、はい、今言っていたのは山口代表とか自分の方が核兵器禁止条約、これはオブザーバー参加すべきだという意見あるけども、現実の問題を見ると、日本の周辺環境を見ると、中朝ロこれがどんどん核兵器を増やしていて、しかも連携もしていると。安倍さんの時のように中国ロシアの分断というそういう環境ではないと。であればやっぱり反対で言って、そういう核兵器がなくなるとか戦争がなくなら私も思いっきり反対するけどもそうじゃない以上は現実的なアプローチ、これが大事だという話をしてました。全くそうですね。だって隣の韓国は核武装が核武装するということですよ、はい、それが
大体国民の7割が賛成をするということで、一番慌てたのはアメリカなんですよ、うん、大慌て。私あんなアメリカ見たことなかったんですよ。なので急遽、ね、このワシントン宣言っていう韓国とアメリカ政府の共同宣言を出して、あの今のユン政権、韓国の政権の間は少なくとも核武装は韓国はしないと、それをもう国賓という形で5月に大統領をアメリカに呼んで、もう議会で演説をさせて、もう大もてなしをやってこう抑えた。もうアメリカにとっては韓国が核武装すると台湾も日本も核武装という議論が出てきてしまうということを非常に恐れてるんです。でも日本じゃなかなか出ないですよね。でも同じあの隣国でありながら、もう北朝鮮に対する核に対するやっぱりあの脅威に認識、これは全然違うというのは日本と韓国なんです。まあ、そう聞いてどう思うか。この原爆だとみんな比較って言うでしょ。比較って誰に言ってんの。私そこがね、いつもねこの時期になるときに、比較反戦っていう言い方をするでしょ。誰に向かって言うのかってことだね。あのなんていうの、それを中国とかねに向かって言うんだったら分かるんだけど、日本に向かって言うんだよね。そうですね、確かに。日本はえっていつも思うんだけど、あれ佐藤さんあれ行かれたんですね、平和記念式典。いや行かないよ、ね、はい、私はこちらの用事があったんで行かなかったんですけども、ただのやっぱ現実問題として、やっぱ自衛官が一番戦争したくないわけですから、で彼らは本当に戦争しない、ね、の環境を作るっていうのが外交であれば、今中国とロシアがこう結託してるっていう今までにない厳しい安全保障を考えたら、やっぱりもっと核廃絶というんだったら中国とか北朝鮮の方にまさに言わないといけないし、あの核兵器と原子力の利用とは別ですか、これはまた一緒によく原子力と核兵器を一緒くたにねする論調もあるんですよ。私はあの、まあ、極端に聞こえるかもしれませんけども、私はあの原子力潜水艦は持つべきだと思っていて、この原子力の平和利用、特にあの北朝鮮とか中国ロシアの状況で日本は反撃能力と、北ミサイルを落とすだけではなかなか抑止ができないというために反撃をするという時の一番効果的なこの兵器は装備は潜水艦なんです。なぜかというと地上からこう撃つと衛星で見てたらこう打ち返しが来る可能性なんです。潜水艦の場合は撃ったら移動しますから撃ち返してないんですよ、なので潜水艦からこの日本のトマホークとりあえず買って、それでそういうあの回収をする、あるいは作るというのを考えた時に、長く自分の位置を秘匿して潜るためには原子力エネルギーというのは、原子量って極めて大きいんです。もう全然違います。スピードも違う、もうずっと潜ってる時間が長いということを考えたときに、日本が政治的にハードルありますよ。だけど日本がそのミサイル発射と VLS というものを潜水艦につけるというんであれば、普通に考えれば原子力エネルギー、原子炉を使った潜水艦というのは、これは軍事的には望ましいというのは論を待たないと思うんです。ただその母港をどこにするかとかいろいろありますよ、日本で作れるのか、だけどオーストラリアはこの地域の安定のためにアメリカの技術を使って原潜を整備をすると、イギリスに協力してもらって原潜を整備をすると、オーカスって言われてますけども、イギリスとアメリカとオーストラリア、このオーカスで原潜を準備すると。またそういう日本がやっぱ入れば、これはこの浄化すになりますから、日本の JAO、 それでこのオーカスから浄化すになってこの地域の安定のための責任を果たすということは私は大事だと思います。こういう話の時にね、あの日本がね、核兵器禁止条約に入ってるか入ってないかっていう議論があってね、あの入るべきだっていう人がすごい多いんだよね。でもさ、その周りの国って中国とかみんな入ってないんだよ。
その時にどう入ったのはどっちが有利かっていう話だよね、うん、あの世界全部が入ってるんだったら多分入った方がいいって。でも そこだけ言うのね、あのその核兵器禁止、はい、入って、で岸田さんもね、ほら核なきっていうのでサミットですっごいこれに時間エネルギー割いたんだけど、はっきり言ってね、サミットに来る国ってね、みんな核兵器持ってるんだよな、うん、イギリスとかさフランスとかさ。だからね、あのこれみんな言わないんだけど、あれ広島サミットで岸田さんが何か言ったんだけど、結構みんなバカにしてんだよ。あ、そうなんです。当たり前じゃない、うん、無理って決まってんだろうと、何言ってんだと。今ね、実はさっきの冒頭で言ったんですけども、うん、アメリカで非常に今アメリカが自身が悩んでるのは、もう中国がどんどん核兵器を作ってるので、うん、どうやってこの核抑止体制これをこれから整備していくのか、これ非常に頭痛くて、もう拡大抑止協議と、まあ、日本もやってますけども、アメリカの核がロシアだけで手一杯なのに、中国が伸びた時にじゃあどうやってこの核抑止をするんだという時に、もうやっぱり日本には相当程度の役割、これを求められるという時代がやっぱきつつあって、これは国家安全保障戦略でも日本の役割を増やせってこうアメリカからこう来ましたけども、であればあるほど反撃能力っていう部分、こう抑止力のために核を、ね、拡大抑止をもう若干でもサポートするために反撃力って極めて大事で、そのためには私は厳選というものも含めて議論すべきも時期に来ているというふうに思います。じゃないと日本の安全保障をどうやって守るかっていう原的な S 型、これはアメリカと日本で書かないといけないと、うん、なぜアメリカがどんどん内向きになっていて、もうリーマンショックを受けてオバマ大統領はリバランスという言葉を使って、ヨーロッパ中東正面から兵力をアジアの方に若干シフトさせると、 TPP もその一環です。加えてもう2正面、ヨーロッパ中東正面とアジアの2正面同時対処はできないと明言して、アメリカはもはや世界の警察官はやめると、とんでもないことを言ってしまった。あちらこちらで紛争が起きました。次のトランプ大統領はアメリカ第一と、もうヨーロッパもアジアも国連も関係ないと、アメリカ第一で、なんで自分の国を自分で守らないんだという論調になり、次のバイデン大統領はもう下院含めて左派系の議員が相当多いので、内政重視、雇用とか福祉の方にこうお金を入れるので、安全保障はやっぱ予算が回らない、結果的にアメリカの去年作った拡大統合抑止戦略、これはアメリカはもはや一正面もアメリカ単独ではできないと、同盟国同志国にその応分の役割を増やしてくれというふうにアメリカがどんどん内向きになっている。だけど中国北朝鮮はどんどん伸びているという中で、どうやってこの日本の安全保障を確保するのかと、どうやって戦争させないための環境を作るか、これ実は本当大きな問題が核一つとってもこう現実問題として突きつけられている、これが日本の置かれた立場だというふうに思ってます、うん、核兵器ってどのようになったらなくなると思います？世界から、ね、世界から、うん、でもなんか現実的にこう話云々でなんかこう通じる話で解決とかが難しそうとしかやっぱ思えない。どうしたらいいの？どうしたらいいんですかね。まあ、あのね、これもう数学的な答えがちょっとあるんだよね。あ、本当にこれ、ね、まあね、前提はね、あの核兵器作れる国はたくさんないって前提立つのね、はいはいはい、核兵器作れる国がものすごくたくさんあったら、これはまたちょっと違う話なんだけどね、はい、作れる国がそんなないかったらどうなるかっていうとね、話し合いをしてもね、核兵器作れる国がある以上ね、実はね、核を持ってる人は絶対にやめないんで、はいはいはい、これまあ、あの数学のゲーム理論っていうのがあってね、はい、これでどういうふうになったら、あの次どうなるかっていうと、向こう持ってるでしょ、そうするとね、ほっとく持つっていうのは正解なの、みんなが核兵器作ってくる、みんな持つ、みんな持っちゃったらこれ意味ないなと思ってちょっとずつ下げる、そういう答えしかないんで、途中でどっか持ってるんだけど、こうやめなさいって言ってもその人絶対やめないから、うんうんうん、だからみんなが持てる国が持って、それで全部持ってると、それはちょっと意味ないなと言ってちょっと減らしていくって、そういう答えしか出ないんだよね。でそれが分かるか分かんないかなんだけど、あの要はあれだよね、持ってない国が持ってる国にやめてくださいって言ったってやめるわけないんだから、それでおしまいなんだよ、これはね。だから実は中国は、うん、
NPT 条約っていうね、核兵器の禁止不拡散条約の締約国なんです。だから実際にの、他に核兵器をの増やさないといういろんな国持たせないっていう責任ある国なんだけど、でそこの中には自分の核兵器も増やさないっていう精神があるんですよ。だけど、はい、自分はアメリカがこんだけ持ってるのに自分はまだまだ、ね、あの増やす権利があると、まさに高橋先生言われた自分は権利があると思って、でそれ堂々と国連の場で言ってるんですよ。だからまだまだアメリカに追いつくまではアメリカが5000発持ってないうちは5000発までいけるし、戦略核が1500発持ってるなら1500程度まではまだまだうちはいける権利があると。だからめちゃくちゃなんです。だから今去年のニューヨークの NPT 再検討会議、もう中国とロシアがタッグを組んで結果的に成果文書ができなかったと、これがやっぱ現実なんです。言われたように俺はまだまだ持つ権利があるっていうふうに言ってるのは中国であり、北朝鮮は自分の体制維持のために核兵器を持とうというのがあのキム・イルソン、キム・ジョン・イル、そしてのキム・ジョンウンと3代続いたこの批判なんで、そう簡単にねやめないですよ。本当やめない。あ、今のは多分ね、私話したゲーム理論って言ってね、数学の分野だけなんだけど、ちょっと違う変数入れてね、やめるのはもうちょっと出てくるんだけどね、もう一個はね、要するに経済的に破綻しちゃう、もう続けられなくなって、これででも勝手に作っていいやっていう風になってると、どんどこどんどこ作るんだけど、作りすぎてあんなの無用の長物でしょ、無用の長物だからたくさん作っちゃうと国民生活ダメになっちゃう時があるんだよね。そうするとそれはそれであのまあね、あの際どいんだけどね、まあ、なんか一つの、ね、やり方なんだよね。だから、まあ、あのやめろって言ってもやめないから、じゃあどうぞって言ってやらせると、はい、そうするとたくさん作っちゃって潰れちゃう、国が潰れちゃって、でそれはそれでいいんだよね。だからね、結構ね悲しい答えしか出ないんだよ、これ数学的には。これね悲しい答えしか出ないんで、何かでもその前にね話せばとか言うんだけど、絶対はないんだよな、話せば分かるって人じゃないからな。だからね、私なんかだと、まあ作ってほっとけよと、それで作らせていいや、そのうち潰れちゃうっていうのと、それでもね万が一ね変に落とされたら困るから、こちらも持つと、という形になる。だから日本も核兵器を作る能力はあるんですよ。あるんですけども、一番の問題は実験をどこでやるかっていう部分で、いつもやっぱりここが現実問題として、やっぱ実験やらないと精度は上がりませんから。それでも昔はだからこの太平洋の島でアメリカとかフランスがやって相当島民に迷惑かけたじゃないですか。アメリカは今中国も自分の中領地が広大なので、領土が砂漠のやったりしますけども、じゃあ日本はどこでやるかってなると、非常にそこは非常に難しいところありますけども、能力は今高橋さんが言ったように、もう何カ国かは能力あって、実際にイスラエルももう公式には認めてませんけどもね、持ってるよね、持ってるあ、へー、あんな小さな国でも。そうそう、斉藤さんさ、この台湾有事の間、佐藤さんのツイートをずっと読ん、ちょっと読んでくれる、はい、続けて、それで解説してみましょう。台湾有事 のここですね、うん。これは北朝鮮の対応ですが、対中備えも踏まえると駐在も必要ですね。対中備えも踏まえると対中トンチ内常駐も必要と。今ね、これまたデリケートなシステム装備なので円外対策もっていう、ね、まあ、佐藤さんの現場らしい意見ですね。これ実は今あの航空自衛隊 の弾道ミサイル対応の防空火器が、本土から、日本本土から沖縄の宮古島、石垣島、与那国島に展開中なんです。これなぜかというと、北朝鮮がフィリピン海の方に向かって衛星ロケットを撃つというふうにこう宣言したので、それが沖縄の南西諸島上空を通過すると、万が一途中の、三段式であればロケットがこう落下する可能性があると、ブースターが、あるいは弾頭が間違って落下することに備えて今展開してるんですよ。でもたった一発ですよ。これが台湾有事考えたら、中国は山ほどミサイルありますから一発なんてもんじゃないので、だから与那国の糸数町長はもうずっといてくれって言ってるんですよ。島民を守るためにずっとね航空自衛隊いてくれと言ってぐらいなので、本当に台湾有事を考えたらどうするかっていう部分、これは本当真剣に議論しないといけなくて、本土から持っていってるってことは、その分本土の方が薄くなってるんですよ、日本本土の方が。非常に日本では防空火器が非常に
足らないので、うん、いざっていう時は他の国からももらわないといけないんです、うん、日本有事の時そういう発想って日本ないので、じゃあウクライナには防空火器をあげませんと、でも日本有事の時は防空火器くださいと、こんなに虫のいいことが通じるはずがないんです、うん、だからやっぱ相互主義なので、向こうのウクライナ市民がロシアのミサイルによって攻撃されてるんだれば、私は防空火器このぐらいね、やっぱり供与すべきだと意見で、どこの国も潤沢に防空火器とか弾薬ってないんですよ。だけどそこはリスクを背負ってみんなウクライナの方に渡してるのに、日本は何にも渡してないとなると、これはいざっていう時に日本の方、日本にの有事の時、対話有事の時に支援してる国ってくれる国は極端に減りますし、でまた逆にウクライナはこれから逆に復興のステージになった時はものすごいね、放火帳が回ってきて、もう払えと、今一番日本は支援額が少ないので、うん、G7 の中でもなので、その分来ますよ。だから総分のことをやらないといけないというのが私の一番のメインで、ただ一方でここのね、石垣の場合は駐屯地がまだ今作ってる最中なので、バイノハマっていう人工の島に展開してるんですよ、うん、余計塩害対策も必要になりますし、はい、日差しが全然違うなって。違う、やっぱりこと。やっぱね、気温は東京の方が高いです。で日差しが強い。日差しが全然違う。しかも白い砂浜でしょ。はいはい、でここでこの迷彩服を着てる隊員は、これは応援に来てる隊員で、北海道の留萌の自衛隊の隊員が応援に。暑いわけね。暑いですね。それは。しかもの休むとこないでしょ。で寝るところも十分クーラーがないので、もうこれ交代でやると、日中警備してる人間は夜なかなか寝れないと、で夜のじゃ夜警備する隊、夜警備する隊員は日中寝てるんでもっと寝れないと、非常にそういう面で言うと、やっぱり常駐っていうことを前提にして施設も装備も考えないと、全然ね、台湾有事言っても、うん、こう島民保護と言っても全然説得力ないんですよ。早急にここはお金をつけてもやらないといけないというふうに思います、うん、強化しないといけない。石垣はでも市長さんが結構、まあ、沖縄県の中で理解のある人ですよね。中山市長は、ね、中山市長はね、はい、台湾の方との連携も一緒にやりたいと、うん、そうね、沖縄の県知事さんはちょっとだけどね、中山市長は結構あれだから、ね、ここにこのご覧になっている方はね、応援したいんだったらね、ふるさと納税してね、ね、石垣市にね、献金したらいいんだよね。あとね、実は宮古島の駐屯地も、うん、石垣の駐屯地も、大河の6800いるんですけども、ATM マシンがないんですよ。ないの。ないんですよ。要望しててもないので、うん、ま、周りにコンビニもないので本当に隊員は要望してるんです。だから例えばの郵貯は一番自衛隊にとってはありがたいんです、うん、全国移動でも口座変えなくても、でも郵貯の ATM はものすごいハードル高いし、さらに沖縄銀行、琉球銀行もなかなかね、設置してくれないのですごく不便だし、クリーニング店もないんですよ。だから非常にそういう面で言うと不便で、なんとかそういうあたりはね、地元の方で協力してもらいたいなと思います。出ますね、次のやつもう八重山警備隊が駐屯する石垣駐屯地訪問ということで、井上駐屯地司令っていうのは、ね、陸学の広報室の先輩後輩の関係。私は先輩で、後輩なんですか。後輩で偶然ですかね、この方がね、はい、八重山防衛協会女性部の方が研修に来られたところでしたって。基盤整備の最中、クリニック店や銀行 ATM のリハーサルもありませんと、その対応各種予防もしっかり対応しますって、微糖の守り隊員に敬礼ということでございますか、はい、石垣って結構難しいところで、はい、結構の自衛隊配備についても意見が割れて、私も賛成派の有識者でこう参加しましたけど、意外と実は主張が良くても島民感情はなかなか難しいというところがあって、なんかね、はい、なんかそういうのありますね。あと郵貯の ATM ないっていうのはね、郵貯自体が沖縄にあまりないんです。だから、琉球銀行がやらないとちょっと無理でしょうね。あれね、なかなかハードル高いんですよね。ハードル高いんだけど、琉球銀行がやらないとね、ゆうちょは確か本当にはあまりないですよ。ない。でも自衛隊が一番ありがたいのは、郵便貯金だと
引っ越しの時に全国移動でしょ、うん、はいはいはい、手続きはいりませんから。なるほどね。まあちょっと今日は遅れちゃいましたよ。どうもありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました。じゃあそろそろ時間が来ましたんで、どうもこの時間この方でお会いしたいです。どうもありがとうございました。佐藤さん、どうも。